はい、こんにちは、ドクターマーポンこと関正幸でございます。今日もありがとうございます。今回のお話はね、競売物件、裁判所でこのローン払えなかった人たち の, この物件がオークションにかかるわけですよ。それをほんの入札して、リフォームしたりね、いろいろしてほんの人に貸したりしているんですけれども、その時のこの冷や汗が出たというか、苦労した、ベスト3、ワースト3ですね、ワースト3を発表したいと思いますね。で、私のスタンスとしては、もう最低価格で落とすということで、最低価格で落とすっていうことは、その物件には誰も、落としたものはですよ、その物件には誰もこの入札しなかったと。いうことなんですよね。まあそんなに良くない物件、しかもそれプラス、なんていうかな、それプラスこの特別競売っていうのがありまして、特別売却っていうのがありまして、競売で誰も落とさなかったということで、そうするとある一定の期間に最低価格で、ある保証金を持っていくと最低価格で買えるっていう、早い者勝ちでね、そういう制度がありまして、それでよく買ったりしますね。ただ人がこう見捨てたものっていうのはある程度安いで、それでその改良すればね、また何とかな、人並みというか、またみんなが欲しがるものに変わるわけですから。私としては非常にいい仕入れだなと思ってます。ただね、いろいろひどい目に遭うこともあるということで、今まで結構落としてきたんですけど、そのベストワースト3をちょっと発表したいと思いますね。もういきなりいきますね。はい、第1位、シロアリが食べられていたと。あと第2位、電気配線が全て抜き取られていたということ。はい、3番目、ゴミ屋敷であったということで、大変ですね、これね。競売物件って基本的に中入れないんですよね。なんで状況を調べるかっていうと、インターネットでも出ていて、それで写真と文字情報ね、一応現地にも大概行くんですけど、ただね、中に入れない。例外的に鍵開いてて入れることもたまにあるんですけど、でもね、俺まだ他人のものなんでね、俺入ると多分不法侵入とかそういう話になると思うんですよね。で、中にほど落として入りましたとどうもこの床が柔らかい部分があると。だからそこの畳なりカーペットなりをどかすと、どうもシロアリが食べてたと。そういうことで床剥がしてですね、奥に入るとシロアリがあるわけですよ。それをこうあれですね、片っ端からこう削って、ほんで消毒してと、ほんであと補強すると、大変な作業でしたね。いうこともありました。で、ただちょっとその時に調べたんですけど、シロアリにもね、日本は2種類あるらしいんですね。ヤマトシロアリと外国から来たシロアリ、アメリカシロアリって言ったかな、ちょっとそこは記憶に定かでないんですけど、こういう私が住んでる寒冷な長野県はヤマトシロアリしかいないと。それそんなに結構ねおとなしくて、大変部分的にしか食べないんですよね。そうするとちゃんと消毒して来ないようにして、補強すればね、なんとか大丈夫。今ももううちも6年になるけど、ずっと入居者いてね、何の苦情もありませんのでね、大丈夫でしたね。あとこの電気配線ね、抜かれていた、もともと工場だったんですよね。それ工場だから、基本的に工場を使ってた人っていうのは廃材が出るわけですね、金属の。で、取引してるわけです。よほどねお金困ったんでしょうね。全部電気配線でいて、どう売っちゃったんでしょうね。いや、結果的にね、もともとね、電気の配線をやり直そうと思ってたんで、なぜかっていうと、もう工場買っても、工場やる人はもうこの世にはそんなにいないですから、もうね。ですので、この部屋を、
まあ、十何個かに区切って、それで一部屋をうんと安く事務所として貸すと、まあ、シェアオフィスっていう名目でやったんで、まあ、もうそもそもこの電気やり直すということだったんでよかったんですけれども、まあ、ただね、天井をこの伝わすっていう作業ができなかったですね、それによってね。もう大変でした、まあ、これはね。あとね、ゴミ屋敷っていうね、これでしたね。でこれもね、まあ、当初びっくりしましたね。もうものすごい豪邸だったんですよね、まあ、それもね、3階建てで1階工場、1、2階が、まあ、社長さんが住んでたんですけど、まあ、すごい豪邸なんですよね。それで広い家っていうのはやっぱもう物もたくさんあるということで、でまあ、ちょうどゴミを処理する人に言ったら、これ100万コースですね。わあ、100万。まあ、ただね、まあ、手はあったんですよね。まあ、要は不動産競売で落としたのは建物と土地なんですよね。で中の物件っていうのは中の動産火災ですねは私の所有じゃないんで、まあ元々のこの元の所有者の親族に手紙を書きましたね。これどかしてくださいと、さもなければこの家賃が発生しますよという話でこう連絡を取った。どうもね、まあ、大体5人かな、5人ぐらいこの親族がいて、まあ、息子なんだけどね、息子娘なんだけど、まあ、そうすると、まあ、まあ、なんとかしましょう、まあ、家賃払いたくないですからね、そうして、まあ、あなたが処分する代、あなた私に対してね言うんですよね、処分する代金を請求してください。まあ、それでね、まあ、なんとかね、その処理費を捻出することができましたね。ということでね、まあ、いろいろ、まあ、こんなんね、まあ、まあ、いろいろありますよ、いろいろあるんですよね、大変なことがね、大変なことがあるんですけども、まあ、もう基本的に楽しむと、どういう気持ちでそういうことを挑戦していくかっていうと、基本的にはもうで山登りみたいな感じでやってますね。一軒家なんかは、まあ、まあ、一軒家なんかはあれですよね、ちょっと大変な山、なんていうかな、まあ、ここら辺で言うと八ヶ岳登山みたいな感じですよね。一軒家、小さい一軒家なんかね、まあ、まあ、そんなに直すとこないですからね、かかるお金もね50万円もいかないですからね。でね、やっぱ大きなビルとかね、大きな工場になるとエベレスト登山ぐらいな感じになりますよね。費用もね半端じゃないことはありますけどね、それでもプロの大工さんとか頼まずね、自分たちでやっていくんですけれども、でやっぱね、もう予想外のことが次から次へと起こっていくんですよね。もうね、大冒険でもね、必ずなんとかなる。もう必ずなんとかなる。もうね、いろいろやって、もう、まあ、それをね、しかも楽しむ。もう、で、現代ってそんなに大冒険ってないじゃないですか。で、この、まあ、ただね、まあ、いろいろ、まあ、その時その時でぐさりでくるんだけど、必ず、よく観察してよく見て、何がこれは原因なんだろうと追求して、よく考えて考えて、やると必ず道は開けてって、今まあ全部であれなんでしょうね、40棟ぐらいかな、入居者いますけどね、まあ、ほぼ 90% ぐらい埋まってますね。まあ、いろいろ、まあ、夜逃げとかもね発生したりね、いろいろするんですけれども、で一番ね怖いのはあれですよね、入居者がいなくなる、まあ、空室が出るってのが一番怖いですね。こんなんね、序の口、空室が出るっていうのは怖いいうことですね。まあ、あとね、まあ、言いたいのは結局ね、私も
前昔あのロバート清崎の本「金持ち父さん貧乏父さん」っていうのは西暦2000年ぐらいにこの大ブームになったんですよ。あれ読んだ口なんですよね。読んだ口で、で不労所得とか言うんですけど、あのね不労所得はもうねそんな甘いもんじゃないですね、この世界はね、この世界そんな甘いもんじゃない。で、あの物をいろいろ私も持ってますよ。車だって50台ぐらい持ってて、不動産もねあのまあいろいろこう両手以上は持ってたりいろいろするんですけれども、大変ですよ本当。物を持つってことは逆に物にねこき使われるってことなんですよね。こき使われるというか物に持たれるということでもあるということで、そんな甘いもんじゃない、ということで、今回はねそんなお話でした。そういう冒険心がない方はおすすめしませんね、この世界はね。そして怖い面にも何回もありますけど、それがもう嫌だっていうのはもうそれを楽しむ人じゃないとなかなかね持たない方がいいですよ、そんなものは。本当あの身がねもう持たない、心がねもう心がね折れちゃいますからね、こんなのね余計不幸の元になってしまうんで、物もねお金もあんまり持たない方がいいんではないかなと思いますね。そういうことで、どうもありがとうございました。失礼いたします。